本日は残念ながら来られなかったとっいう竹内美桜さんと玉山哲司さんもいらっしゃいましたけども皆さんの中でそのお二人っていうのはどういっったた存在だったんですかいやいやもう美桜は本当にもう妹みたいな感じだったの10個も離れててもうどれだけ美桜にあの多分僕は一番気遣いました。 嫌われないように泣かさないように唯一の女性でもありましたもんね全部本当にそうです本当に一番気を使ったなっていう印象ですねあと玉山に関してはどうだろうな玉山も気を使ったな気を使ったってなんだろうなあいつばくだから一番ばんいいかすよねだから調子に乗らせる気持ちよく調子に乗らせないといけないっていう思いでいけ 行けみたいな。全然気づかなかったけどなうんうん感じでしたね。はい。はい皆さんからはどうですか。僕は逆にそう見ようとは年齢が近い分。 あの、嫌われないように気使ってましたね。<laughs> 同じく嫌われないように。あの、これで、今回ちょっと電話したんですよ。はい。あの、久しぶりだねって言って。っで、みおが、あ、たルる、どうしたのって電話して。そう、あの、まあ、こういうのあるんだけど。で、あの、出させていただくんだけど、みたいな話をした時に。その時も、ちょっと、やっぱ、気遣いましたね。なんか早く電話切らなきゃみたいな感じが出ちゃいました。<laughs> ちょっと、まだ、未だに怖い。です、ね、<laughs> あの年の子ってさ、気分でさ、堀江さん嫌いとか言うじゃん。 一日残るんだよね。<ー>傷つくんでしょ <laughs> 心に,こうに刺さっちゃう。どういうことみおはやっぱ傷つく。たまちゃんは当時たまちゃんって言ってたんだろうな、玉山さんって言ってないんで、たまちゃんはそうだな、あんまよく覚えてないんですけど。<はい S 1> なんかこう アフレコ中、裸になって全力でやってたりとか、<あ>かそういった仕事を取れなかったイメージはスタッフさんにこういや違うと言われながらも、うん、俺なんかマちゃん、調子悪いんだよねみたいなことしか言わないような、なんかこう自分に自信を持ってる男の人だなと思って見てました、ね。なんか散財の字出されて急に脱いだよね、脱いで、なんか、<laughs> よし脱ぐぞみたいな、いや変わんないだろって思いながら <laughs> <laughs> 気持ちはね、俺が変わんねえよ、俺が変わんないんだけど。全然声出てないんだから、<laughs> 本当に。<laughs> そんなイメージです、ね。まあ,ま,あまあ、そうね、そうだけど。そう、あいつ面白かったな。たお二人との撮影中のなんかエピソードとか、印象に残っていること,とかかいや。やっぱり、あの、玉山哲司が、この世の中に出てくる、玉山哲司オーディション。ガオシルバーオーディションの時に。はい、やっぱり、こう、僕らとしては、あの。シルバーで、えー、銀狼だと。 はい、じゃああの顔来てほしいよなってオーディション5人の時からいたから、はい、でもガオレンジャーが稲田さんとね一緒にガーッと頑張って11.5%になってで僕らも必死でアピール世の中にしてそれがハマるようになってもうすごい連携ができてきたタイミングだったからそのわけわかんないやつになってたらこの間ね、はい、あいつダメだよなでももし食らいついてくるようなあの玉山哲がそこにいるなら。 ぜひあいつ入ったらパワーアニマルからの5人のメンバー頑張ってで6人目来てドーンとかあるんじゃねえのみたいな感じでちょっと確かめたいってことで僕らロケだったんだけど金子さんのビッグスクーター乗って東映の最終オーディションのガのオシルバーオーディションにね金子さんはもうガオレットとしてもう俳優さんの相手を一人でやるわけ。僕は審査員席に座って プロデューサーの方たちとこうやった時にこう金子さんはもうレッドだからもう本物のレッドだから俺がレッドだよみたいな態度でこうセリフ合わせを一人一人でやっていくんですよ。で玉山の番になった時にこうどうやるのかなと思ったのにこうやってガタ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 って髪震えながらも金子さんがガンガンこう潰しにいくんだけど何度も立ち上がるようにこう立ち向かっていくわけ。 で、ありがとうございましたって20人ぐらいの方帰ってで、机とかテーブルとかスタッフの皆さんと片付けながらどうでしたみんなみたいな感じの時にやっぱりこうみんながあの玉山で行きたいよねっていう感じうん、うん、でもうあとはもうお任せしますんでつってあの時どう思いました金子さんは一緒にやってやあのねもうあのシルバーのオーディションの前の段階うちらがあの5人、うん まだ決まる前の最終オーディション「百獣、うん、戦隊ガオレンジャーの」あの最後の最後10人ぐらい部屋に残ったっけ、うん、の時にからもうフューチャーしてましたから僕はもう本当にあの日は百獣戦隊ガオレンジャーのオーディションって知らずに行ったんですよ。僕のでアギトの最終オーディションがあの何月何日に、えー、東映で撮影所であるんで行ってくださいと。でその時すでに あの僕の中のいい友達はもう決まってるぞとライダーも決まったし主要の刑事役も,もう決まったとだからお前はもう多分悪い方の役だからもしあるとしたらだから頑張ってこいと言われて悪い方かそれでもやっぱ仕事が欲しかったんであのだるだるのスウェット着てひげも剃らずにもうまだ267歳だから悪役かっつって。 これもうど,もうどうにかして受かんないとい,きたい,いけないと思ってそんな感じで乗り込んだのが百十戦隊ガオレンジャの最終オーディションだったから俺はもう完全に落ちたと思って <laughs> これは無理だと思ってキラキラもしてないしもう T シャツでドドロドロだしみたいない本当にねももううららししい格好でしたよ、ねはい、だからもう本当に客観的にみんなを見て,て <laughs> あて、のー、俺の中で堀江か玉山がレッドだったんですよ。どっちかが堀江がレッドだったら玉山がブルーだな。 堀江がブルーじゃないけど誰が来るんだろうなっていうのからその組み合わせを勝手にやってて、はい、その時たけるは全く除外でしたよ。 もううんこみたいな芝居もしてました俺の中でもたけるはうんこだいやほ本当,にいや本当お前玉山やりるうんこだった <laughs> <laughs> いや僕も成長したんだなじゃあ <laughs> でみおはもう本当若さだけで本当に2人しか残ってなかったんです女の子は<あ>のどっちかこれどっちだろうなみんなのバランスを見ながらだろうなと思いながらで酒井さんも2人だったんです僕あのー、最後残ったのが本当に力士っぽい人 あのねあとから聞いたらそいつが本当に力士だったから力士の設定なのよあそうなんですかそうなんで力士なんだよ俺ガリガリじゃねえかって当時今の方が力士だよそうだねそう今の方がねほんでそしたらその彼が力士だったんだけど、はい、ちょっとね芝居とかなんかねひよっちゃったのうん俺もバーンってぶちかましたの、ね、こいつさえいなきゃ勝てるじゃんと思ってバーンっていってそしたら美桜と俺だけねもう 端っこ一人ずつになったそ,そう,そうではは真ん中の3人を誰にするかこう入れ替えてるわけ金子さんちょっと横で堀江さん真ん中とかっていうのをこう悩んでてんでじゃあ翌日あのご連絡みたいな感じで朝まっててだから俺もうその時は「555」と「銀河マン」最終で落ちてるから、はい、こう手続きわかるわけよいつ連絡来るかーで「555」と「銀河マン」の時はもう,もう寝てたんだけどガオレンジャーの時は 自分のポジション一人しか残ってないから <laughs> 絶対これは勝ってるよねこれ, <laughs> これで電話なかったらさ <laughs> 俺どうするとか言ってもうさ当時一緒に住んでる女とさもう寝れなくて <laughs> 俺初めてだわオーディションで寝れねえのとか <laughs> 言って <laughs> って言ってたらさ朝さいきなりニュースでさ暴れ発着のお父さん役の当の英心さんがお亡くなりになりましたってってああニュース出たのよ、はい、それ見た瞬間俺絶対受かったと思った。 あと続けななきゃっって思ったなるほどねあれがあったからガオレンジャーの時にみんなに会った時に生き残ろうぜっていうところに繋がっていくわけなるほどねだからなんかねそういう虫の知らせじゃないけどなんかほんで「ブラックです」って言われてで見たら「王道戦隊を復活する」ってファックスにこう企画書が書いてあるわけで「25周年」とか書いてあるからこれはだから俺らやればいいのはそのサンバルカンとか俺らが熱くなったみたいに子供たちが。 もうジャングルジムとかで必死になってガオレンジャーごっこやってもらえるようにすりゃいいんだろうっていうふうに見えちゃったからもうそこからスイッチ入っちゃったんだよね。でその、結局、まあ、分からずままこの,この人はこうしたらいいって分からずままその発表があってまさかの玉山さんがいないと思って。うーん なんでたけるがいいんだよみたいなだからブルーに玉山が残るわけにもいかないしでも玉山自体もね当時はヘボかったよいやけど顔がさめちゃくちゃかっこいい皆さんの中で本当に印象強かったんですね玉山さん全部玉山の話になってきましたからねそうや後半だってもう玉山がなんか変な水浴びして振り返るだけでもうそれアフレコのシーン俺ら見た時に絶対この子売れるじゃんっつって。 はい、もうミオが叫んだからね、はい、この子売れる <laughs> <laughs> すごい率直なあの <laughs>、うん、だってはもうあの段階で小栗旬君のまだ前々の頃に「この子絶対売れるから覚えといて」って言ってるぐらいそういうなんかおばちゃん目線なところがあって若いのに「この子絶対売れるよ」とか言ってで玉山入ってでクールキャラ玉山だから。 もう堀江さんのガウイエローがもうわけのわかんない英語を喋りだすっていう、はい、もうなんか脳がさキャ,キャラカメリするからなんとなくね、うん、<laughs> ちょっと変わってきたなっていうふうそしたら面白い堀江さんがまたこう開花するんですよ、ねはい、すごいこう魅力的なイエローになる,な,るなっていう,う